我が国に負けた日本が、先日のアンダー23アジアカップの決勝でウズベキスタン代表に1-0で勝利し、2016年以来4大会ぶり2度目の優勝を果たした日本代表。この試合は日本代表にとっては苦しい一戦となりました。世代最強と呼び声が高かったウズベキスタン相手に主導権を握られ、前半放ったシュートは1本のみ。それでも後半になると日本はポゼッションからショートカウンターへと戦術をシフトすると徐々に攻勢を強め、91分に山田楓希選手のゴールでついに先制します。その後試合終了直前に PK を献上してしまいますが、ゴールキーパー国保レオ・ブライアン選手がスーパーセーブで止め、リードを守り切って勝利しました。この勝利により日本代表はアジアチャンピオンとしてパリ五輪に臨むことになりました。大会が終わってからの数日間、各国では大会に関して報道が行われた数の意見やコメントが紹介されました。結果に関するコメント、アジア各国のサッカースタイルに関するコメント、さらにはパリ五輪の展望など興味深いものがたくさんありました。そこで今回はアジアカップ U23 関して国内外で見られたリアルな反応をまとめて紹介いたします。今話題となっているあの国の反応、さらにはパリ五輪の代表メンバーに関する考察もありますので、ぜひ最後までご覧ください。ウズベキスタン、日本と決勝で優勝を争ったウズベキスタン優勝候補筆頭の名にふさわしく、屈強なフィジカルと組織的な守備で日本を苦しめました。まずは実際に戦った監督と選手のコメントを紹介いたします。キムル・カパーゼ監督のコメント、日本を祝福する。今日の我々は相手よりもいいプレーをしたが負けた。試合中には何度かチャンスがあり、 PK で得点する機会もったが、結果として優勝を手にすることはできなかった。それでも選手たちは非常に素晴らしいパフォーマンスを見せたと強調しよう。我々の主な目標は五輪出場、次はより強くなって戻ってくると信じていると、今大会の手腕を評価された監督は悔しさを表した。 MF ジャスルベック、ジャロリディノフ、僕らはこの試合に向けて十分な準備をしてきたし、試合でもそれを発揮できた。僕らは相手よりも強かった。でも文句は言わない。日本は良いプレーをしたし、強いチーム同士の対戦だった。個人的には僕らの方がいいプレーだったが、日本は状況をうまく生かした。僕らは歴史的な結果を記録することができた。この敗戦はより強くなるためのモチベーションになる。英史にも評価された逸材であるジャロディデノフ選手のコメントでした。試合内容としては日本を上回っていたと感じているようですね。続いてウズベキスタン視聴者のコメントを。ウズベク人を代表して日本の侍たちを祝福するよ。ウズベキスタンは誇りを持てる戦いぶりをしてくれた。日本のゴールキーパーは化け物か。同じアジア代表としてオリンピックで一緒に頑張ろう。タイトルを得るためには実力に加えて運や流れも大事だと学んだよ。ウズベキスタンに3人のベストプレイヤーが残っていれば結果が変わっていたかもしれない、などなど、日本チームとその勝利に対して敬意を表しているものや、自国チームの誇りや戦いぶりに対するものが多く見られました。韓国、続いて今大きな話題となっている韓国での反応について紹介していきます。優勝した日本代表と対照に決勝トーナメント1回戦で敗退し、五輪の出場権も得られなかったこともあったのか、いつにも増して反応が大きくなっているように感じられます。伝統的な韓国スタイルのコメント、それに対する日本の反応などが入り混じった充実した内容になっておりますので、ご覧ください。日本が優勝、韓国に勝ったインドネシアがベスト4。日本代表はグループリーグで韓国代表に敗れたものの、復活して優勝を果たした。韓国に敗れた日本だが、パリ行きは成功。日本はアジアカップ全勝、ただし韓国を除く。韓国は五輪出場が9回連続で途切れてしまった。日本は8回連続とすぐ下まで迫ってきている、などなど悔しさが前面にあふれ出たコメントが中心になっていました。これに対し日本の視聴者は、日本にコンプレックス持ちすぎ、優勝した日本に勝った韓国が五輪に出場すべきと買いそう。日本に勝った韓国が1回戦で敗退、韓国のいない五輪なんて最高すぎる、などと反撃。長年続く日韓の小競り合いは終わることがなさそうです。そんな中、以外にも冷静な反応を見せたのが韓国視聴者でした。また日本との差がついてしまった。格下と見下すなど相手ばかり見ているから自チームの成長がない。成長するアジアサッカーの波についていけていない。長期的な計画で成長を目指してきた日本と、その場しのぎの対応しかしない韓国の差は歴然。韓国が生まれ変わるには協会の変革が必要だ、など日本や対戦相手にではなく、自国チームや監督など運営スタッフ、
さらには韓国サッカー協会への不満などを並べる意見が多く見られました。永遠のライバルと呼ばれた韓国との力関係がどのように変化していくのか今後に注目です。日本国内の反応、ここからは日本国内視聴者の声を紹介いたします。日本代表への称賛はもちろんのこと、対戦相手のウズベキスタンのポテンシャルを評価する声が多い印象となりました。それではご覧ください。日本代表優勝おめでとう。久々にサッカー界で明るいニュースだ。国母選手の涙でもらい泣きしました。山田風紀選手はこの大会で覚醒したな。日本が後半使ったロングボールが新鮮で効いていた。細谷選手のような身体強いフォワードがいると面白いな。それでもウズベキスタンは強かった。あれだけの組織力を形成したウズベキスタンの監督は有能。森保と監督交代してくれないかな。ウズベキスタンの組織力対日本選手の個人技の対戦図だった。ウズベキスタンはパリ五輪でダークホースになりそう。日本はディフェンスの空中戦の強化が必要だな。ここに海外主力組とオーバーエイジ枠が入って18人まで絞られるのか。ここに久保選手が入ると思うとワクワク。交渉うまくいってくれ。五輪は本気でメダル取りに行ってくれ。オーバーエイジは誰が入るのだろう。などなど、優勝の勢いのままパリ五輪でのメダルに期待する声も多く見られました。海外で活動する選手も過去最多となり、若い世代から底上げされてきていると言われる日本代表。やはり注目されるのは出場するメンバーですね。次のパートでは招集されるメンバーについて考察してみたいと思います。引き続きご覧いただけると幸いです。パリ五輪ライバルチーム。パリ五輪男子サッカーでは各大陸から集まった16チームが出場します。開催国フランスを含めた15チームがすでに本大会出場を決定済みで、 AFC CAF 大陸間プレーオフ経由で出場する1チームのみが未定となっています。メダルを目指す日本にとってライバルとなる強豪国が非常に多い大会となりそうです。まずは優勝候補と言われている国をいくつか紹介いたします。フランス代表、優勝候補筆頭として挙げられているのが開催国のフランスです。なんといっても選手一人一人のレベルが桁違いで、欧州リーグのビッグクラブで活躍する選手たちで構成されています。特にレアル・マドリーのカマビンガやアーセナルのサリバなどは世界トップと言っても過言ではない選手で、ここにオーバーエイジ枠が入ると A 代表に匹敵するほどの恐ろしいチームになってしまいます。開催国の意地もあり、本気で優勝を狙ってくることが予想されます。ウクライナ、チェルシーで10番を背負うムドリク率いるウクライナ代表、その実力は本物で、今年行われた U21 欧州選手権では先ほど挙げた優勝候補のフランスに勝利しています。2019年に行われた U20 ワールドカップでは優勝しており、そのメンバーの大半がパリ五輪の候補に入っています。スペイン、五輪をフルメンバーで戦うことで知られるスペインも優勝候補の一つに上がります。こちらも各選手のレベルが非常に高く、 A 代表の選手をほとんど招集しなかった今年の U21 欧州選手権でも決勝に進出しています。この戦力に加えて A 代表の選手がパリ五輪に参加するとなると、優勝の行方は一気にわからなくなりそうです。注目が集まるのがバルセロナ勢の招集で、ペドリ、ガビ、バルデ、ヤマル、アンス、ファティといった豪華な面々が出場資格を持っています。今までのスペイン代表であれば彼ら全員を派遣する可能性も高いですが、バルセロナ側への負担があまりに大きいため、全選手がパリ五輪に出場できるかは微妙です。どれだけ本気で臨んでくるかが順位を大きく左右しそうなチームです。その他にも10月に日本代表を4-1で撃破したアメリカ代表や、サッカー王国ブラジルを退けて出場するアルゼンチンやパラグアイの南米勢、先日対戦したウズベキスタンなど、どこが優勝してもおかしくない壮絶な大会になること間違いなしです。皆さんの予想する優勝国や注目選手がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。パリ五輪日本代表メンバー大考察、お待たせいたしました。それでは日本代表の出場メンバーを考察していきたいと思います。動画主の独断と偏見で構成されておりますので、ツッコミどころあればどんどんコメントで教えていただけると幸いです。まず招集人数は18名となります。23名だったアジアカップからかなり減少するに、上にここに OA 枠3名、今回招集されなかった海外勢などが加わるため、今回のメンバーから大きく変更されることが予想されます。 A 代表の森保監督も最大限のサポートをしたいと、メダル獲得に向けたメンバー招集に前向きなコメントをしてくれています。問題となってくるのが、所属クラブが招集を許してくれるかという問題です。若手の選手なので成長につながると前向きに捉えてくれる一方で、久保建英選手など主力で活躍する選手を抱えるクラブとしては怪我のリスクもあるので、
招集をよく思わないというのが本音になってきます。やはりベストメンバーで臨んでほしいと思うので、代表の運営チームのクラブ交渉に期待しましょう。オーバーエイジ枠考察。五輪メンバーの注目はやはりオーバーエイジ枠です。前回の東京五輪では吉田麻也選手、酒井宏樹選手、遠藤航選手など A 代表の主力選手が入り大きな話題となりました。現在招集の可能性大と予想されているのが板倉滉選手、ボルシア MG、 谷口翔吾選手、アルラヤン、上田綺世選手、フェエノールトなどが挙げられています。アジアカップの戦いぶりやこれまでの招集の流れを見て、リーダーシップの RDF 選手の招集が必要だという考えかと思います。動画主もこの考えには概ね賛成でして、センターバック、サイドバック両方こなせる伊藤洋輝選手や町田洋輝選手を呼んでほしいなと思っております。その他にも中盤をマルチにこなせる田中碧選手や久保建英選手の招集に失敗した際のアタッカー枠で、フランス所属の伊東純也選手や中村隆人選手などの招集も見てみたいですね。オーバーエイジ枠はチームの色をガラッと変える存在になるので、その選出に大きな注目が集まります。皆さんの推薦選手をコメントで教えてください。各ポジション選手予想。ゴールキーパー鈴木、ザイオン、シント、トロイデン、国保レオ・ブライアン、ベンフィカ。ゴールキーパーは A 代表の正守護神である鈴木選手と、アジア杯で大活躍した国保レオ・ブライアン選手でほぼ到達かと思います。センターバック木村誠二、サガントス、高井、高田川崎フロンターレ、オーバーエイジ板倉滉、ボルシア MG。 センターバックに関してはオーバーエイジ枠の板倉選手をリーダーに置き、アジアカップで主軸を担った木村選手と高井選手の並びで予想しました。板倉選手には前回の吉田麻也選手のようなキャプテンシーを期待したいですね。サイドバック関根大輝、柏レイソル、内野隆、デュッセルドルフ、オーバーエイジ伊藤洋輝、シュツットガルト。右サイドバックに関しては最終予選で活躍した関根選手の起用を予想。左にはセンターバックも兼任できるオーバーエイジで伊藤洋輝選手か町田洋輝選手、サンジロワーズを入れてほしいという願望です。もう一人は両サイドのできる内野選手を選出しています。 A 代表で活躍する伊藤選手の起用で課題の残ったディフェンス陣の安定を図りたいですね。ボランチ藤田、ジョエル・チマ、シント、トロイデン、山本、リヒト・ヒトシ、シント、トロイデン、松木、クリュー FC 東京。ボランチはアジアカップで主軸だった藤田選手、山本選手、リヒトシ、松木選手の3名で継続アジアカップでの活躍を見て、ここは変更しなくても大丈夫かと思いました。ミッドフィルダー久保建英、レアル、ソシエダ、鈴木、ユイト、ブレンディ、平川、ユウ、町田、山田、風紀、東京ヴェルディ。かなり悩みましたが、久保選手が招集可能であれば彼が中心になるのは間違いないです。ヨーロッパで覚醒中の鈴木選手と2人で日本の攻撃を担ってもらいたいですね。残りはアジアカップで活躍したドリブラー枠で、平川選手とフリーキック精度が高く決勝ゴールも決めた山田選手を選出しています。フォワード細谷、真央、柏レイソル、オーバーエイジ上田綺世、フェエノールト、福田師王、ボルシア、メンヘンブラートバッハ。フォワードは不動の細谷選手とオーバーエイジ枠の上田選手を軸にしていくと予想。周りを生かせる上田選手を起点にして、久保建英選手中心の攻撃で抜け出した細谷選手が得点を決めるのが理想的なイメージかと思います。攻撃に関してはアジアカップから選手の入れ替わりが激しくなると予想されますので、開催までの期間にどのくらい準備ができるかが鍵になりそうです。福田師王選手に関してはただの動画主の願望になります。選出の可能性は微妙ですが、日本の将来を担う怪物フォワードとして大舞台を経験させてみてほしいと個人的に思っております。選出予想に関してはたくさんのご意見があると思います。私自身もっとグレードアップして良い動画をお届けできるように皆さんのコメントで勉強させていただきたいと思ってますので、たくさんのコメントをお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。